ソウルキャリバー4、18回目、今回も引き続きボーナスキャラを使ってアンゴルフィアのターンでございます。この子もどんなキャラだか全然わかんないけど、ちゃんとみんなストーリー用意されてるからね。この魔法少女みたいな子、この乳首のとんがりはいいんかね。これまた別の意味で、いろんな意味で刺激的なキャラクター。測ってやろう。あ、こんな感じなんだ。喋ると顔がソウルキャリバーっぽくないのがまた不思議だな。人生に、世界に絶望し、全ての存在への呪いを遥かな空へ訴えながら死んでいった男がいた。アルゴルかな。生前その卓越した予言力で名を成した男は、宇宙の深淵に眠る膨大な歴史記録へと瞬間的につながりを得ることで、未来や過去の出来事を司祭に知ることができたのだ。だが深い絶望と遠さにまみれた男は、その霊的な力を用い、自らの無念に宇宙の中心核へ逆走することを試みるようになる。そしてついには大敗した地球を滅ぼすという宇宙意志との約束を取り付けたのである。大宇宙の意志は詳細な検討を待たず、九段の星を滅ぼすことを決める。滅びゆくためには500年の猶予を与え、構成の余地を残すこととなった。しかし男の死後、時を置かずして密かにその星へと降りていくものがあった。それは宇宙意志のもと制裁を執行する断罪の司ではあったが、厳密には滅びの使命を帯びたものではなかった。そのものは直接現地に赴いて調べるつもりだったのだ。かの星、霊剣の邪剣が永遠に戦いを繰り返す地、滅びの使命。そして調査の結果、いかによっては来るべき時、定められた執行者の到達を待つことはない。彼女が判断を下したその日が、すなわち審判の日となるだろう。よくわかんねえよくわかんねえけど、宇宙規模だ。宇宙人なの、アンゴルフィアは。宇宙からやってきて地球の審判を下すっていう、ラスボスやん。いや、もう何者なんだろう。あーで、意外とアンゴルフィアのあれなんですよ、分かってないですよ、あの使用キャラのなんていうの、あのスタイル、うん、スキル能力アップ、ソウルゲージ回復、インパクトヒール、うん、敵はユンソン、ユンスン、タリムちゃん、ソンミナちゃん。なるほど。あ、そっか、ユンスンとタリムちゃんね、一緒に行動してたもんね、海賊船の上で。おー、バンダナユンスン結構好きなんだよな。あ、でも勝ち目などないわ。これソンミナちゃんか、動きは。あ、だな、うん、そうだね、キリクじゃないっぽいよな。あー、そうだね、これはソンミナちゃんだわ。なるほど。てか、じゃあ本人いいじゃん、いきなり。いや、でもこのビジュアルだったらそうだよね、宇宙人って言われても納得だよな。この子のさ、目の描かれ方がすごい特徴的というか、漫画的ですよね。あ、タリムちゃん、ちょっとスキル使ってみようか。スキル能力アップ、よいしょ。今回は誰が仲間になってくれるかな。多分途中で仲間キャラがいると思うんだけど、よいしょ。というかね、ソンミナちゃんをソウルキャリバー4で使うのが初めてだからちょっとよく分かってない。よし、で本家本元、本物が来ますああ、よいしょ、いいね。あのソンミナちゃんと本当ファンソンギョンだったり、ホンユンスンはあの蹴りがねいいね。おお、脱がされた。え、どうなった、大丈夫、見えやっぱ強えな本物は。ああ、うわ、やばよし、あれ投げ抜け、やばい、ギリギリ、うわ、これで終わり、よーし、終わった。ふう、3つ目なの、アンゴルフィアは。
おでこのさ目は飾りじゃないのかな。いやでも乳首気になるわ乳首のトゲ気になるわ。宇宙的にもその衣装はありなんすか。え現地生物のサンプルとしてユンスンを捕獲。どんなだよ。これでも仲間になったってこと。ユンスンサンプルになっちゃった。はあ、ついてきてくれんの。サンプル扱いだよ。扱いひでえな。うわ、敵がキリク、シャンファ、エイミ。この組み合わせにエイミがいいの不思議だね。なるほど、わかった。フォン・ユンスンと一緒に行きましょう。私の実力見せてやる。うん。聞く耳持たぬというわけか。よし。いいね。スキル能力、おっと。良きところで。うおっと、びっくりした。やば。これ交代じゃない。交代ユンスン。あーでもやっぱね使いやすいわ。うん、いいね。あー脱がした。強い強い強い。でシャンファーが来る。よし、おおいいね、ナイスリングアウト。今のは気持ちいい。でエイミちゃん、よし頑張れ。サンプルサンプル扱いのユンスン頑張れ。やばいやばいやばい、逆に落ちる逆に落ちる逆に落ちる。うん、分かった。交代フィア、アンゴルフィア。いいね、一撃がでかいね。お、脱がした。どうなってるどうなってる。わからんわからん、見る余裕がない。うん、よっしょい。おー、いいじゃない。セクシーやね不思議なキャラデザー。ほんとカミキリムシや前回のシュラもそうだけど、不思議な感覚になっていくんですよね。ソウルキャリバーをやっているんだけど、見た目はソウルキャリバーじゃないみたいな。あ、敵はあの子だ、俺のお気に入りパンチラの子だ。この子はロボットっぽいんだよな。なんかこれこれ丸見え。うん、なるほど。ここはユンスンもまだ来てくれている。もう最後まで来いよユンスン、アルゴルまで来いよ。サンプルサンプル扱いだけど、ほいっしゃー、素晴らしい。あーマジか、あ落ちる、あぶねえ。じじわじゃ、ういおー、いいね、リングアウト。よし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 、おお、いいね。ソンミナちゃんの勝利ポーズが、あなんだそりゃユンスンが逃亡しましたいや、なんかサンプルがくっそー、マジかよ、一人かよ。じゃあこっから、うわ4人もいる。ジーク、ヒルで、あ、ヒルだ。ん ?3 人目わからん。で、アイビー。おいおい、ユンスン。ここやってから逃亡しろよ、サンプル。こら。うわ、ここ、大変そう。4人はきついよ。いいじゃん。食らっちゃってもんね。よし、切った。
ここあれ、なんかよくわからん、よくわからんことになってる、よくわからんことよし、おおで、ヒルだ。そういえばこの子まだ使ってなかったな。よいしょ、うわマジか。スキル能力アップはもう好きあらば使っていこう、よくわからんけど。うわマジか。インパクトヒールって、インパクトヒールってさ、多分あれだよね、ジャストガード、うわジャストガードした時に回復するんだと思うんだけど、うわお互いなんだ、今の今の間抜けだったね。うわなんか嫌な嫌な感じだな。よっしゃ、うわなんだ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 、あと2人、お前誰だよソフィーティア、あー脱がされた、ソフィーティアのまがいものみたいな。あの髪型はカサンドラちゃん、あれカサンドラちゃんかな、これあの型はソフィーじゃないか。いやでもちょっともう体力が、あもう尽きたな、なんか途中わけわかんなくなってたもんな。もう死より屈辱だっつったの。なるほど、宇宙人アンゴルフィアいやでもそうだよね、今作はあのスターウォーズとコラボしてるぐらいだから宇宙人出てきてもね何もおかしくないんだよな。終わった、ほい、よし、おい、あよし、ここではめたいな、もう、危ねえ危ねえ、くぅくぅ、やだやだ、よし、よいしょダメか、スキル能力アップ、うーん足ちょっと、うーんここちょっと厄介だな、うぃー、えーきついな、あと2人いんだもんね、最後にアイビーが待ち構えてるっていうのがすげえ不穏なんだよ。 CPU アイビーってね、厄介なパターンがすごく多い。あーまずい、よいしょよいしょ、くぅ、いやマジかー、くそー、いやー削られた、死より屈辱だ。いやなんかいいとこまでいけそうな気もするんだけど、さすがに4人抜き、おいサンプル戻ってこいよサンプル、サンプル、お前もサンプルにしてやろうか、目障りだ、よいしょ、くお、いいねバックから、これで終わり、ふで次もなるべく、うーん
ここのヒルダちゃんが結構厄介ですね。よいしょ、スキル能力はアップしているんだけどあんま意味ないような気がしてきたな。これよし、うわ、よし決まったかな。お、脱がせそう、脱がせられそう。いやうわマジか、終わる。うく、いやヒルダちゃんが本気だわ。あんまり今まで CPU でヒルダちゃんそんな苦戦したことなかった気がするんだけど、ここ強いな。相性の問題もあるんだろうな。自分がソンミナちゃんの方で、あ、縦切り強化されてるんだ。よいしょ、よし、ういグキッと、お、いいね、パーフェクトじゃないのか。ここが相当ガード対応してくるんで投げだな。え、なに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 、うわ投げ、うわこれやだな、青いやつ。よし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 、くよし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 、でカサンドラ、偽カサンドラが来る。お前パン屋じゃねえだろ絶対。よいしょ、いいね、くぅ、やば、よし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 、アイビー、うわここ怖えな、もう行っちゃいたいんだけど。やば、うっマジか、もう食らえねえな、うわっと、あーくそー。いやーやっぱ最後のアイビーまでにある程度体力残しておかないと倒せないよなあそこはな。うーん、こりゃ大変だ。よし、おお、最初のジークはね割と空気読んでくれる。あ、届かない。うん、おお、危ない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 。よし、え、そんな下段下痢連発なんてダメだよね。届かない、届かないんだよ。よし、縦切り強化が怖えな。うわ、うおー、ここ、あーマジか、今よかったのに、ここ、あー、うわー、これはまずい。よし、いやーこれはきついな。ここ、うわ負けた。いやー、ヒルダ沼がありますね。うーん、むずいむずい。Determined stage start.
いきなり、いきなりだよ。全然違うとこ。おお、やばいな、食らいすぎてっかな。よし、投げ有能。うわ、脱がされた。どうなってんの今これ。頭装備がこれ、これはきつい。うわ、リーチ長えなこの子。下段蹴り、下段蹴り当たりがち。よしよしよし。ダメか。回復が欲しい、回復が。おお、返しちゃったよ。でもまあ死にました。こっちの見た目なんか変わってる？変わってるのかな、どうかな、ちょっとわかんねえな。頭装備なかったらな。うえ、ちょっと初手大事なんだけどな。どこを見ている。うわー、マジか。よし、くー、よし、終わり、終わり。よし、でここが問題。ここは本当に、よし、リーチ長。なんだったらあの槍使った時はこっちより全然長いか。いやー、まずいな。めっちゃガードするやん。うわっと、やばー、ここも強えな意外と。いやいや、もうパーフェクト勝ちしないといけないって、そりゃそりゃねえだろうよ。うわー、そうだよ、こうなるよな。いやー、しおり屈辱だ。ここ大変。ユンス戻ってこいよ、サンプル。よいしょ、足で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 。どこを見ていた。いや、やめろ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 、足を踏むな。かわいい今の。いや、今スキル使おうと思ったんだけど溜まってなかった。どこを見ていた。どこを見ている。一気に詰めてくんな。よいしょ。
これでもうサクッと勝ちたいところ。よしだ。で次カサンドラモドキ、よしよしよし、うわやば、脱がされた。ぐー強い強い、なんだこいつ。うわこれは沼ですね。前回も前々回もこんな時間かかんなかったんだけどな。うわこれは、うわやり直して、うわやり直して、これもこのガードしまくり嫌だな。ガードしてるってことは投げちゃえばいいんだけど、簡単にも投げさせてくれない。あ、いいよ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 、お、いいじゃない。投げだけでいいのかなこれ。見かけ倒しだな。ヒューダちゃんも投げだけでいってみるか。よいしょ、タイミングを見て。これいや逆にやられた。よし投げ合戦、柔道、あいいね。あこれか攻略法。あでも逆にやられるんだよな、タイミングがずれると逆にな。こっからは前半2人は投げ柔道でいいと思う。ここからが問題よな。あいいよ、間違った、終われ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 、よしよしよし、アイビー、これでいける。怖っ、いやアイビーに殺されまくってんな。でも今のはちょっと自分のコマンド入力も悪かった。前半2人投げ意識、それだけ頭に置いて、投げ抜け、よっしゃいいよ、よいしょ投げ抜け、うわこう、あいいねいいね、届かない、ずっと届けなかった、うわちょ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 、どこを見ている。ヒルダちゃんも柔道柔道、よし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 、一本アマド持ち合い持ち合い持ち合い、ゴーゴー、よし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 、ふぅ、こっからやなこいつ。よし入るね、まず、うわ飛んできた、終わったかな、あまだ、いやーこれでアイビーきついな、え何今の、ああ怖怖、いやいけんのか、いけんのか、どうなんだ、いっちゃえいっちゃえ、このまま目障りだー、ああよかったー、いけたー、ここ大変だったわー。いやーこの後アルゴルさん、もういいよアルゴルもうここで全クリだよ、うわー大変。
アルゴルさん、カミキリムシのお友達アルゴルさん、ふう疲れた。ユンスン来ない？ユンスンサンプル来ない？The curtain has been raised. あーインパクトヒールを使えるようになれれば、いやでもジャストガードはね狙うとむずいよね。狙うとね地雷だと思うんだよ。やばやば。そうか、カミキリムシの時もシュラもお友達がいたから2対1でアルゴルさんいけたんだけど、1対1はボーナスキャラでは初めてですね。うわっ、よし背後取った。やべ落ちる。あ落とされた。これね、ソンミナちゃんが使いづらいっていう、ソンミナちゃん批判はいい。いや、ソンミナちゃんは使いやすいよな、むしろな。なんでこんな難しく感じるんだろう。よいしょ、ここ、あほいほい。お、赤くなってる。脱がせそう、脱がせられそう。落ちるねこれ。落ちる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 。あーマジか、やばい、あぶねー。クソ、ロックマンだな、んかよろ、やだなあれ。脱がされた。ちょいやー、ここ大変だな。しおり屈辱だ。やばい、負けまくってんな。強っ。あっ、インパクトヒールってさ、もしかしてさ、食らった時にこっちがスキル発動すればなったりする？うわっ、なんかダメージがあんまりだよな。マジか、投げ抜け。今の落ちろよお前あ、いいね、インパクトヒールできてインパクトヒール狙おう、ジャストガード狙うよ。できた、ゲラルだ。もうほら、できないじゃん。ジャストガードなんてできるわけねえんだよ。無理無理無理。へえ、ステージスタート。うわ、やばい、激しいな、激しいね。後ろ、ほい、よし、よいよいよ。うわ、このコンボはここ、あれ今あれ、あんここたまに言う、あん、いいね、よし、いいね、来てる来てる、やばい、根性発動、やばい、よっしゃ、あと一撃入れたね。よっしゃ、いや最後の一撃気持ちいい、よかった、おお、かっこいいよし、なんとかなんとかクリアです。いやー、いい汗かいたわいいソウル汁が出ましたわ。さてエンディング。自ら生み出した強大な力に翻弄される希少な生命、あ、ジークとナイトメア、その争いは無知であり未熟であり愚劣の極みと思えた。
宇宙人だからね、アンゴルフィア。もしこの星に暮らすのが彼ら人類だけであったなら、彼女は迷わず裁きを下しただろう。おお、だがこの星には他にも多くの生命が存在している。何者にも流されず日々を誠実に過ごしている。全てを観察し終え、フィアは帰途に着く。この星ならば執行者であるあの娘にとって問題はない。だが時満するまでに人類が全てを破壊してしまったなら。その時は即刻私がマークを引いてやろう。かっこいい。よくわかんねえけど。よくわかんなかった。宇宙規模すぎて話がよくわかんなかった。いやでもなるほどな。宇宙から地球という星を観測して滅ぼしてやろう。間違いを犯したなら滅ぼしてやろうっていうね。へえ、不思議なキャラクター。なるほどな。いやー大変だった、アンゴルフィア。じゃあ次回はね、次回はあのエルフ耳の子行きましょうかね。ボーナスキャラクター、なんだっけ名前、これだ、シェラザード。シェラザードって読むんだね。読めなかったら今まで英語が。いいね、エルフ耳。ああ、羽も生えてる。これ羽、あ、いや羽じゃないか、こういう飾りか。はい、次回はこの子いきましょう。いやー大変だった。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。